皆さんこんばんは、リサです。本当に今日帰ってきました、ハワイから。今回はハワイでの購入品と5月の購入品を混ぜて紹介していこうかなと思います。まずは行きの成田空港で購入したものを紹介していきます。ジバンシーのドクターホワイトのパック。このパックは別に最近発売されたものではないと思うんですけど、私は昔から気になっていて、ただこれすごく高くて6枚入って免税店で8500円したの。高いと思って、これはねまだ使っ、なんかちょっともったいないなと思って使えなくて、まあでもね、せっかく日差しとかも浴びてきたので、その美白していきたいなと思うので、これも使ってみようと思います。はい、これが一つ目。あ、ダメだ、個数数えるのやめよう、途中でおかしくなるから。こちらのジルスチュアートのフォーエバージューシーオイルルージュ、これは確か4月に発売されたものなんですけど、なんかパッケージがもうありえないぐらい可愛い、なんかセーラームーンのステッキみたいな、なんかそんな感じぐらいすごい可愛くて、結構あのテクスチャーとしてはこっくりした感じのものになります。で、これまあコンビニにお土産を買おうかなと思ってて、2色あるので好きな方を選んでもらおうかなと思って買ってきました。見てる？あ、この私ね。こちらはジバンシーの前から気になってたんですよ。面白くて、ペンタイプでここをプッシュすると先端からなんだろう、一滴出てくるようなスタイルになっています。部分的なダークスポットを叩くというこの美白の美容液になります。一回一回こうやって出して清潔なので、すごいいいかなと思います。これがどれぐらい持つのかなっていうのはちょっと気になるところなので、継続して使っていきたいと思います。この4つだけです、成田で購入したの。はい、では続いてオアフ島で購入したものを紹介していきます。ハイブランドのバッグとか靴とか財布とか全然欲しいものがないと、今回なんかあんまりそういうのを買う気がなくって、私はなんか結構ドラッグストアとかで日本ミニューガのプチプラのコスメとかをチェックするのが最近流行ってて、ロスで買った時もそうだったんですけど、なので私はロングストラックスというスーパードラッグストアに行ってきました。もうここは何回行ったのっていうぐらい、滞在中 3,4 回は行ったかと思います。結構店によって品揃えとかも違ったりするので、いろんなところのロングストラックスに行って、あ、これなかったと思ってゲットしたりとか、そういうものもたくさんあります。こちらなんでこれを買ったかっていうと、なんか私パウダー系のいいものを探してて、どうなんだろうと思って買ってみました。なんかここに一応ブラシがついてるんだけど、ちょっと痛いかな。なんかブラシは別のセットで買ったものでいいのがあったので、そちらを使おうかなと思ってます。ちょっとね、全然使ったことがないのでどういう感じかもわからないんですけど、こちらを購入してみました。これはね、ちょっと使うのが楽しみ。読めるかな、これはね、メイベリンのドリームってここに書いてあるんですけど、 BB クリームです。で、前回のロスホールで紹介してるんですけど、これの瓶タイプのドリームっていうシリーズのファンデーションが、今期でいうサンローラン あのファンデーションにすごい感じが似ていて、ユーサンローランのプチプラバージョンっぽい感じだったんですよ。だから、あ、このシリーズすごいサラッとしていいかもしれないと思って購入してみました。あ、しかもこれなんかアクネトリートメントって書いてあるから、ニキビとかにもいいやつみたいですね。次はこれですね。カラータトゥーメタルですね。これのシリーズ、他のカラーも持ってるんですけど、この色欲しかったので買ってきました。本当に動かないというか落ちないので、夏とかすごいぴったりなんじゃないかなと思います。エブロンのフォトレディのアイプライマーとブライトナーって書いてあります。こういう前回もこういうタイプメイベリンだったかな、買ったんですけど、ちょっとこのところの色でいうと少しピンクがかった感じに見えますね。まあでも触ってみたわけじゃないから、ちょっと使ってみないとわかんないんですけど、フォトレディのファンデーションのシリーズがすごく落ちなくて好きなので、ちょっとこれも期待しています。じゃじゃん、メイベリンのラッシュセンセーショナル、
セーショナル、なんか期待しちゃうよ。これ面白いなと思ったのが、このカーブしてるんだけど、 こっち側がコームで、こっち側がブラシっていうタイプなんだよね。すごい前のビデオなんですけど、キャンメイクのメイクのビデオだったか忘れちゃったんですけど、その時は BCL のコームタイプとブラシタイプを重ねるとすごいボリュームが出るっていうやり方でビデオを撮ったんですけど、それ1本でできるじゃんと思って、どうかなと思って買ってみました。これは日本では売ってるかな、どうだろう。マスカラって私一番消費が早いコスメの一つなので、こちらもうね、ビッグアイが結構乾いてきて終わりかけてるので、次こちらを使ってみようと思います。じゃーん、こちらはロレアルの8時間です。インファーリーブルルグロスで、こちらのカラーは806番のプランプドタウニー、すごいツヤっぽい感じで、結構ぽってりしたタイプのグロスになります。結構あのロレアルの本当に落ちないシリーズ、リップバームとこういうグロスみたいなのを重ねるタイプのを探してたんだけど、なんか8時間っていうシリーズが出てるから、こちらはどうなんだろうっていう興味本位で買ったものです。ロレアルはこの匂いする、ロレアルのコスメはこういう匂いするっていう匂いがします。じゃーん、メイベリンの24カラーってやつで、これは見てわかると思うんだけど、これと激似というか、多分もう完全に意識して作ってるよね。こっちが先に出たかこっちが先に出たかっていうのはちょっと知らないんですけど、プチプラのもの買ってこうかなっていう話をしていたら、ツイッターでカディサさん、メイベリンにもこういうの出てますっていう風に教えてくれた人がいて、それは試さないといけないなと思って買ってみました。でこっちも 2way タイプでこういうのになってて、塗ってちょっと乾かしたらこっち側のリップバームを塗りますみたいなタイプのものです。落ちないリップ特集のリップコレクションのシリーズを勝手にねまたやろうと思っているので、そっちで落ちないリップ特集ということで詳しくは紹介したいかなと思っているので、そちらお待ちください。今回プレゼントするのは、みんな結構ねこれを紹介した後に商品名教えてくださいとか、そういう人が多くて、日本で売ってるんですかとか、すごいね反響が大きかったの。やっぱりカラーステイのリップってみんな気になってるんだよね。しかも日本で手に入れないし、こちらはカラーがちょっといろいろ違うんですけど、視聴者プレゼントにしたいと思います。結構今回はいつも4個ぐらいだけど、今回8個ぐらいはあるので、8個9個わかんないけど、まあ、それぐらいあるので、結構いつもよりは倍率を高くしたいなと、違う、倍率を低くする、当たる人を多くする、倍率を低くしたいなと思ったので、ぜひねそちらの方もチェックして応募してください。もうこれは単純に私がみんなに試してもらいたかったっていう話で、でラメ入りとラメなしとかもあるから、またちょっと使用感も違うと思うのでね、当たった人はぜひこうだったよとか、こういう風に使った方がもっとカラーステイするよとか、実はこういうの食べると落ちちゃうよとか、そういうなんか気づいたこととかがあったらぜひ私に教えてほしいなと思うので、まあまあまあそういうことで、今回は視聴者プレゼントはこちら、ロレアルの、ちょっと名前がわからないので全部詳細欄のところに名前は入れておくので、カラーとかねもっと詳しく見たい人はこちら商品名入れておくのでチェックしてみてください。こちらね、こちらロレアルのねチークなんだと思うの、503番、これは面白いの、このなんだろうな、シリコンみたいな素材、何これ超面白いんだけどと思って、こんな感じで毛穴埋める化粧下地とかのやつあるじゃないですか、ああいう感じのテクスチャーのチークだよと。インベルのステイマット、マットタイプのパウダーってあんまり持ってなかったからいいかなと思ったのと、これがなんと 4.5 ドルお安いですよね。で後で出てくるんですけど、私今回セットで買ったベアミネラルのこの なんていうの変わってるでしょ、このカットが、こう
すごい触り心地がいいんだけど、これでこうやってつけようかなと思って買ってきたものになります。期限30万円、結構長持ちするので素晴らしい、素晴らしいです。でこれは 5番のシルキーベージュというカラーになります。こちらイエストゥーのものになるんですけど、前回これのグレープフルーツ買ったんですけど、キューカンバーがいいよって言われててなかったので、あったので買ってきました。これはなんか顔用のシートみたいな感じで、あんまり日本だと使う人は使うのかもしれないけど、あんまり顔をこう拭く、シートで拭くっていうのってあんまりそんなにみんなしてないんじゃないかなと思います。私も結構摩擦とか大丈夫かなってすごい思って使ってなかったんですけど、なんかあの飛行機に乗った時にやってみたりしたら、意外とこれなんかこういうやつしっとりするんですよ。だから、あ、意外といいかもしれないと思って最近使っているので、キューカンバーも購入してみました。なんかコットンなの、ね、でコットンの香りとかってなんか優しいあのコットンの香りが私は大好きなので、匂い的なのが知りたくて買ったみたいなところ。こういうのって安いよね、4ドル5ドルぐらいで買えるので、しかも結構ね大容量で入っているのでいいかなと思います。じゃん、ブラシでーす。まずこのね、あの黒と赤のものから紹介していくと、レブロンなんですよ。レブロンでブラシが出てたんだと思って、触り心地はね結構あんまり痛くないの。あ、だからこれ6ドルぐらいだったんだけど、6ドルでこれだったらすごいいいじゃんと思って、しかもこの長さね、サイズがぴったり、しかもこういうケースに入ってるから汚くなるのが気になる人はこういうのに入れてポーチに入れたらいいかなと思うので、ちょっと大きいんだけどね、これ私コスパがいい、600円でこの形質だったら私は使いたい、サイズもジャストいいなと思って買いました。日本だとレブロンのブラシって売ってないですよ。同じくレブロンのこういうブラシで、こっち側だけかなと思ったらこっち側もあったで、こっち側はね結構毛が密集してて短いから、下のここをぼかすときとか下のとこにシャドウを入れるときにすごいぴったりで使いやすかった。これも多分6ドルぐらい。これはね本当に良かった、ブレンディングに使えるブラシね。私は探してたの、ブレンディングに使えるブラシでこの長さ私は探していたんですよずっと。でも毛質もね全然痛くないで、同じく6ドルぐらいでしょ。6ドルでこれは私は使いたい、この長さとブレンディングブラシっていうところといいと思って。コツールズっていうところなんですけど、私前アイハブかなんかのサイトで見て知ってたんだけど、触ってから買いたいなと思って、今回ねこれがポーチ付きで10ドルぐらいだったんですね。でこれまあ同じようなブラシなんだけど、パウダー系のもの今回結構買ったしいいかなと思って、こちらも痛くないの、10ドルとは思えない、この4本入って10ドルとは思えない、痛くない。しかもこれなんかホールフーズとかでも売ってるから、本当になんだろうな、オーガニックっていうかいいもの、体にいいものなので、そういうのを気になる方はいいんじゃないかなと思います。でこれもね同じくこうブレンディングブラシに使えそうなブラシが入っていたので、これもねいい、毛質が最高とは言わないけどいいのよ、いいいいしつこいでこちらはねコンシーラーブラシだと思う。まあでも別にアイシャドウとかのせるのも全然使えそうかなと思ったので、これもすごいいいの、これは結構ね張りがある感じです、いい。これもこういうブラシ痛くない、チップとかでもいいしパウダーでもいいし痛くない。いや本当ねこの短いブラシシリーズを私は変えてよかった。しかもほらね、あのポンリサチャンネルでメイクのポーチを紹介した時に名前入れをしてるっていうね最悪でしょなんでこのさ、このサイズのとこにスポンジとかも入れたらすごい良くない？で、汚くなったらこれを洗えばいいやと思って、すごいいいと思って買っちゃいました。
しかもこれもこの中に収まる感じだから、前回でフォーエバーで買ったものよりももっとメイクに使える、メイクの時にメインになるようなブラシが今回ゲットできたので、これらはねポーチの中に入れる用のブラシ、そんなにメイク直しってしないんですけど、チークとか夕方なくなっちゃった時に、お直しするのとかでこういうの数本ポーチに入れといたらすごくいいのかなと思ってお気に入りでございます。ムラシャーンで、このねゴールドのラベル下に書いてあるのがこちらのブランドの名前なんだけれども、これは私が持っていたアルガンオイルのヘアオイルのブランドになってます。で本当はこれのこちらもねヘアパックを買ったんですけど、このシリーズのシャンプーとリンスが欲しかったんですけど売り切れてて、これは現地の方が気に入って買っているのか、お土産として日本人の人とか他の観光客が買っていっているのかはわからないんですけど、なくって、でもこれのシリーズ、これの会社がなんか5、6種類いやもっとかな、こういう感じのシリーズを出していて、あやだこれ見たことない、買うしかないじゃんと思って、今までずっとパンテーンを使ってて、で今美容師さんにおすすめされて3を使ってるんですけど、3のシャンプーとコンディショナーは結構ジョンマスターの使用感に近くって、シャンプー結構泡立つけどキシキシする、でトリートメントで潤いもみたいな、そういうタイプなので、それとこれは全然違う感じでした。これなんか1個8ドルぐらいなんですけど、そんなにお高くないんですけど、いつもなんか海外でシャンプーする時とかってお風呂でももう上がる時にコンディショナーをつけた後でもこれはやばいっていうのが分かるんだけど、それがねかなり軽減されてなかった、やっぱりあっちの水の処方で考えられてできてるからなのか分かんないんですけど、こんだけね色が抜けてしまったんだけど、そこまでね枝毛になったりとかもなかったのはあっち行ってこれをずっと使ってたからだなって思いました。これはね細いけどボリュームある人って意味なのかな、ちょっとわかんないんですけど、コラーゲンが入ってるっていうところで、まあ、良さそうと思ってあいな気持ちで買ってしまったんですけど、旅行中はシャンプーとリンス多くなっちゃうから持ってかなかったので、あっちではずっとこれを使ってました。これも買ってみたの、同じブランドなんですけどビタミン B5 が入ってる。でこれはなんて書いてあるのかっていうと、ちょっといまいちわかんない、モイスチャープラスバイタミン B5 って書いてあって、なんかこの絡まりとかをにいいみたいな、多分そういうようなことがなんかスラーっと書いてあって、私が読み取れたのはそんなものなんですけど、いいと思って、今の紫シャンプーがなくなったらこっちも使ってみようかなと思ってます。私なんかシャンプーとかであんまりこだわりがない人で、本当に市販のものしか使ったことなくて、ノンシリコンとかでもないし、なんかちょっとねそういうヘアケアとかも髪長いのでいろいろ試してみたいなと思って今回は購入してみました。多分日本で買うともっと高いんだろうなと思って、こっちはね1個7ドルぐらいで、安いのかな、ちょっと相場が分からないで何とも言えないですけどね、私の荷物が28キロになってしまった理由はこういうシャンプーとかもいいのせいですね